はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはエッグモンスターヒーロー。スクエアエニックスが2005年3月24日に発売したタイトルで、定価は税抜き4800円。パッケージを見ると、半熟ヒーローという、ね、タイトルがあるんで、そのニュアンスはあんまり出してないですね。真ん中にいるのが王子で、ね、なんかこうモンスターをいっぱい召喚してるイメージ。で、一番下になんか、これがあのジーヤかなんかなのかな。で、王子がこう卵を出してて、そこからこういろいろキャラが出てるっていうイメージなのかなという気がしないこともないんですよね。これ持ってるの、多分これ卵ですよね。この白に、なんかいろんな玉の模様がついてるのはね。だこれは、あ、そっか、上のロゴの後ろに書いてある卵は、これを多分王子が持ってるって、そういうシチュエーションなのかな。で、左下にあるのが、こう、ポーズとってる卵もね。わかる人ならわかるけど、このイメージ、これを見ただけで、そこに繋がっていくかどうかよくわかんないですね。はい。で、左下にスクエアエニックスのロゴがあるぐらいかな。で、右下に全年齢対象のアイコンがあります。で、コードが NTRAGGJJPN ですね。で、パッケージ側面を見ると、エッグモンスターヒーロー。ヒーローもね、HERO が縦書きでコーンと表示されて、ここには、パッケージ表面の左下にいたね、卵が、名前なんだか忘れたけど、こいつはいます。で、その下にはスクエア X のロゴ。で、裏面を見ると、レッツタッチ&スクラッチ。ということでね。タッチ操作するゲームだとはわかります。DS だからね。で、真ん中にね、禁断の卵召喚 RPG ってある。一応これでジャンルがわかると。で、左上から、スクリーンショット2枚あって真ん中に、ハードボイル島でサバイバル冒険に出発だということで、ハードボイル島にどうしてそこに行っちゃったかは多分ね、プレイ動画の方の動画の流れを見てるとね、わかるかと思います。正直結構ね、イベントが長いんで、どこまで入りきるかわかんないですけど、そちらの方でね、なんとなくこう島に行くことになった経緯は伝わってくるかと思います。で、右側、一つはね、タッチっていうのがあって、そこは、エグモンの体にタッチ、どんな技が出るのかなってことで、これエグモンって呼ぶのか。はい。で、右下の方ね、画面をこすって敵と戦う、白熱バトルで、こちらはスクラッチ。だから、タッチとスクラッチっていう、スクラッチって呼び方をしてたかどうかね、DS の時。そこら辺よくわかんないけど、このゲームでは、タッチとね、スクラッチという表現で、操作の説明をしていると。で、下は、2から8人で楽しめる通信対戦、卵ロワイヤルということでね。で、みんなで、擦り合い、触り合い、これちょっと卑猥な感じにいるかな。はい。で、一応右側にジャンル表記もありますね。ジャンル禁断の卵召喚 RPG。プレイ人数1から8人用。で、DS ワイヤレスプレイ対応で2から8人。で、コードが NTRPAGGJJPN となっています。で、パッケージを開けると中には、取扱説明書、DS カード、クラブ任天堂のポイントカード、アンケートはがき、チラシといった構成ですね。で、取扱説明書なんですが、こうじゃなくて、こうで見ろっていうことですよね。はい。ということで、取扱説明書、コードが NTRAGGJJPN ですね。パッケージの表面のデザインなんだけど、ちょっとジーヤが切られてるか、上下が切られてるのかな。という感じになっています。で、開くと、目次は、これは王子ちょっと、変態地区に描かれてるのかな。で、物語。ここは、とある平和の国、アルマムーン王国。先代の王が伝説の卵の力により、大陸の 全島統一を果たしてから、長らく続く平安なる日々。今は亡き先代の後を継いだ主人公といえば、その平和にかまけて、ずるずるのだらだらの日々を貪るばかり。主人公の教育係であり、かつて先代の右腕として数々の武勲を挙げた、大臣、セバスチャンは、そんなおバカにターボかかった、
主人公を鍛え直すべく修行の旅へ送り出すことに。若様、もとい、若様が修行の場所に選んだ、過去無理やり連れてこられた過去時のは、未だ広大な大自然が残る島、カトリ島。その島であった、出会った一人の少女、カトリ犬。その少女が言うには、完熟群と呼ばれる者たちが、島の名前をハードボイル島に変え、島に眠ると言われている伝説の卵の封印を解こうとしているらしい。主人公の持つ卵を見た少女は主人公を完熟軍討伐へと強制的に連れ出すことに。完熟軍の狙う伝説の卵とは、先代の持っていた伝説の卵との関係は、てか、完熟軍って何？主人公のおバカは治るの？ということで、主人公の修行の旅は幕を開けるのであったということで、プレイ動画見なくても、ここでね、一応、動向は分かったかと思います。ということで、キャラクター紹介。若様、主人公、アルマムーン王国の若きアホ当主、平和にかまけて、ほうける日々、ついには大臣に無理やり修行の旅に連れ出されることに、先代から受け継いだ伝説の卵を使うことで、エグモンを召喚できるらしいが、頼りがいのなさはに変わりはないかも。で、セバスチャン、先代国王とともに大陸を統一した武人、先代ナキアと主人公の教育係と大臣を兼務するが、主人公のあまりのアホさに怒発点、ついに修行の旅へと連れ出すのであった。で、カトリーヌ、その可愛らしい外観とは裏腹に強烈なこじゃるっぷりを見せる。お姉さんの名前はカトリーヌって言うらしいよもういい加減だね、この辺ね。で、カトリ王とカトリ王妃ね。先代カトリ島を治めてきたカトリ王国の末裔、自分の娘であるカトリーヌのことになると丸ありが見えなくなるほどの親バカということで、まあそこまでこう遊び文章にはなってないかな。まあやっぱり若様のね、設定とか説明文と、あとカトリーヌっていう名前が多分ちょっとネタとしてね、あるかなってぐらいかな。で、ゲームの始め方、ここで操作の、で、コントローラーのね、あ、違う、これメニューか。タイトルメニューの説明があるぐらいかな。で、ゲーム開始時に、ゲーム中のテキストに漢字を使用するか、仮名だけで表示するかの選択することができます、ということですね。まあ、スーファミ、いや違うの、プレステあたりからですよね。割とこう漢字を使うかどうか気を使い始めるような時期はね。まあ、スーファミでも物によるか。ね、サウンドノベルとかは割と漢字は普通に使ってましたからね。で、操作法、基本操作方法。まあ、ここは通常のメニューの操作かな。で、フィールド画面の見方。で、マップ移動の仕方。まあ、これは、フィールドの方は、キャラクターを普通に動かすタイプ。マップ移動の方は、まあ、拠点移動的なやつね。で、メニュー画面。はい。まあ、いいや。はい。次のページ。まあ、なんかこの辺は、普通の説明書ですね。なんか、縦表記だから何か見やすいって感じでもないかな。兵士数について。バトル時に主人公と共に戦ってくれる兵士たちは最高で100人までストックして連れ歩くことができます。バトル中は最高20人が一緒に戦ってくれます。バトルを繰り返して兵士の数が減ってしまうとバトル時の攻撃力も減ってしまいますので、フィールドにいる人材派遣システム、王人事のスタッフから兵士を補充してもらって数を減らさないように気をつけましょう。まあ、王人事っていうのはなんか CM とかで当時多分、あった、まあ、人事系のやつの電話番号なのかな、これ。まあ、なんかそこら辺からこう、もじってるのかな。で、バトル操作方法。エッグモンスターヒーローには2種類のバトルがあり、それぞれ操作方法が変わりますということですね。まあ、説明があると。で、スクラッチバトルの操作方法。で、おさわりバトルの操作方法って感じになってます。まあ、おさわりバトルという、まあいいか。で、この辺はあれだな、説明書の項目の区切りが途中にあるのね。まあいいんだけど。で、瞬間アイテム。バトル中に登場するアイテム。まあいいや、はい。で、切り札。
バトル中には強力なアイテム切り札を使うことができます。切り札にはいろんな種類があり、敵を攻撃するもの、自分を回復するものなどが、数多くの切り札があり、使うことによってバトルを有利にすることができます。ということね。で、成長アイテム。フィールド上では宝箱などから主人公を成長させることができるアイテムを手に入れることがあります。この成長アイテムをどんどん入手していくことによって、主人公の攻撃力や防御力など、パラメータの成長、HP や ED などの最大値アップをして、主人公を成長させていくことができます。で、卵の入手と調整。卵&エグモン紹介。カラフルエッグ。これがタイトル、パッケージの表面とかで使われてるね。あと、ロゴで使われてる卵ですね。カラフルエッグから呼び出せるエグモンはバラエティに富んだ変なエグモンがいっぱいということで、キャラクターエッグマンっていうんですね。エグモンの中でも最弱を誇るが一応ヒーローなの？まあいいんだけど、まあいろいろピンクエッグ、イビルエッグとかあるようです。他にもあるのかな？はい。で、対戦ゲーム、卵ロワイヤル。まあバトルロワイヤル的なひねりかな？はい。で、まあいろいろね、ここら辺は通信とか使うからちょっと説明が面倒なのかな。で、対戦画面の見方。で、チャットのやり方。勝利条件。こういうのって普通一人用と同じようなものを使うとは思ったが違うんですね。はい。で、あとはまあいいや。あとは通信の関係はね、他でも見れるからいいや。で、ゲームカードは、王子っていうか若様がね、卵を掲げてるじゃないな、こう、ガーッとやってるのに対して、ロゴが乗っかってて、ちょうど卵がね、ちょうどいい位置にあるだけかな。まあ、これもなんかテカーって感じのね、背景になってます。で、コードが、NTRAGGJJPN となっています。で、クラブ任天堂のポイントカードは、CNTRAGGJJPN で、ポイント登録有効期限が2007年3月31日まで。で、チラシは、表面がね、ファイナルファンタジー1、2アドバンス。で、ファイナルファンタジーの原点がここにということでね。こちらが NTRAGGJJPN ですね。裏面にはエッグモンスターヒーロー公式ガイドブック仮ってなってるけど、これが本当のタイトルか本当に仮なのかよくわかりません。エグモンの秘密や敏感なポイントを教えてあげるってあって、こう、スカート引っ張ってるね、若様がスカート引っ張ってる姿。これパッケージ、取説のね、最初の方のページにあった、目次かなんかのページにあった絵だったかな、これは。はい。で、アンケートハガキは、50円切手を貼るタイプですね。ただ、エッグモンスターヒーローアンケート係とあるので、この、ね、ソフト専用のハガキのようです。一応、NTRAGGJJPN のコードも振られています。で、年間の購入ゲーム本数とか、ね、1週間のうちゲームで遊ぶ日数とか書かれてますね。これ、日数って時間じゃないのね。で、あなたのお持ちのゲーム機を教えてください。Nintendo DS、PSP、ゲームボーイアドバンス、SP 含む、PlayStation 2、PlayStation、ゲームキューブ、Xbox、自分専用の携帯電話、パソコンということで、まあ、時代を感じますよね。はい。で、裏面を見ると、この度は、モンスターヒーローをご購入いただきましてありがとうございます。お手数ですが、皆様のご意見を、今後のソフト制作の参考とさせていただきますので、アンケートへのご協力をお願いいたします。ご協力いただいた方の中から抽選でスクエアエニックスオリジナルグッズをプレゼントします。平成17年6月末日消し印有効ということで、平成17年ということは、まあ、発売から3ヶ月ちょいぐらいですかね。うん、まあそんなもんでしょう。はい。で、これまでにプレイしたところまでの感想はってことでね、グラフィック、サウンド、操作性、難易度、シナリオ、パッケージ、解説帳、価格、総合満足度っていうのをチェックするようになっています。で、このソフトをどこで知りましたか、どこに興味を感じて購入されましたか、この項目いいな。
RPG だから、半熟ヒーローだってシリーズだから、キャラクターに惹かれて、サウンドに惹かれて、CM に惹かれて、特典に惹かれて、スクエアエニックスのソフトだから、タッチ&スクラッチのバトルに惹かれて、ストーリーに惹かれて、ニンテンドー DS 初の RPG だから。あ、確かにそうか。RPG なかったんだっけ、これまで。でも RPG っていうには、ちょっとなぁ、ちょっと変化球すぎるんだよなぁ。で、雑誌広告、店頭販促物に惹かれて、パッケージに惹かれてって書かれててね、結構、いろいろと、まあ、いくつでも答えられるんでね、まあ、まあ、いいでしょう、はい。プレイしたことのあるタイトルにチェックしてくださいって言って、ここにね、半熟ヒーロー、ファミコン版、半熟ヒーロー、ああ、世界よ半熟なれ、スーファミ版ね。で、半熟ヒーロー、ああ、世界よ半熟なれ、ワンダースワンカラー版。で、半熟ヒーロー vs3D。で、ファイナルファンタジー1、2アドバンス。キングダムハーズ、チェインオブメモリーズ。この辺はアドバンスのタイトルですね。ドラゴンクエスト8。これ PS2 のタイトルなのかな。で、ラジアータストーリーズ。まあ、この2本はなんで、この2つは、まあ、スクエニのタイトルだから入れてるっていうのはあるんだろうけど、ちょっと半熟ヒーローから離れてるんですよね。だからまあ、その当時有名だった RPG ってところでドラクエとラジアータなのかな。で、ニンテンドー DS だからゲームボーイアドバンスの、まあ、実写タイトル2本。であとは、半熟ヒーローを入れてんだけど、でも、エッグモンスターヒーローってわざわざ名乗ってて、半熟ヒーローっぽさを消してるのに、半熟ヒーローのこと聞いちゃうんですね。で、このソフトの続編が出るとしたら、ご購入されますか？買うと思う。多分買うと思う。買わないと思う。わからない。まあ、続編、まあ、多分半熟ヒーローは出てんだけど、エッグモンスターヒーローとしてはこれが一本だったんで、まあ、ダメだったのかなぁ。はい。ということでね、パッケージに興味を持った方はぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ中古でもいいかな。